ミカエルアンカーはデンマークの画家である。デンマーク最北端の町、スケーンに集まった画家たち、スケーン派の代表的画家である。アンカーの自画像、ミカエルアンカー作、妻アンナと娘、ヘルガのいる自画像1891年頃バール都会のデンマーク領の島、ボーンホルム島のラッツカーで生まれた。島内の町、ネで学ぶが貧しさから卒業しないで、歳から、 ユトランド東部のカルーで働き始めた。1865年の夏にコロビグを訪れたデンマークの印象派の画家、テオドア・フィリップ・センヤ・グロートと出会ったことで画家を志すことになった。1871年に美術史やジュリウス・スラングスから勧められて、その秋、美術学校に入学した。仲間の画家、カール・マッセンに誘われて1874年に初めて、 スケーエンを訪れた。1875年に美術学校を止め、スケーエンで活動することになった。1880年に仲間の画家でスケーエン出身のアンナアンカーと結婚した。1880年代にスケーエンはフランス印象派に影響を受けて、古外製作をするデンマークや北欧の画家たちの集まる場所となったが、アンカーの画風はより古典的なものであった。 ミカエルとアンナが暮らした家とアトリエは歴史的建造物、アンカーハウスとして博物館となっている。娘のヘルガアンカーも画家となった。ミカエルとアンナのアンカー夫妻の肖像はデンマークで1998年から発行されたセンクローネ紙幣の図柄に採用された。ありがとうございます。